これは伊集院社長と彼のもとに集まった社員たちが仕掛けていく広告会社の活動記録。ブレイクの可能性を秘めたエンターテインメント業界をバックアップしていく新たな試みである。今週はですね、任天堂の最新ゲームメトロイドプライムの PR の最終回ということなんですが、まあ、このソフトのキーワードは孤独感、独自の孤独感ということで、まあ、うちの桜木、黒沢、村田の3人にね、私からこうもう孤独、もう耐えられないような孤独がたっぷり詰まったシナリオをねプレゼントしたわけなんですけども、正直ね耐えられてないね。まだまだ孤独は、そして恐怖はエスカレートしていきます。いや、今週も楽しんでいただきたい。大西、大西、お前椅子だと思ってたよ、うまくなったのかよ。今週も引き続き頼むぞ、死ってこい。いや、あいつもやっぱり技磨いたな、すっごい普通座椅子の感じ。それではどうぞご覧ください。ということで、今週も引き続き3人が体験した悪夢の一夜へとご案内します。今回の任務は、完成したメトロイドプライムを一晩で立ち上げ、最新映像をいち早く番組で紹介すること。ショートです。先週何も知らぬまま真っ先に捕まったのは桜木。さまざまな恐怖に泣き叫びつつ、どうにか任務を終了した。続いて黒沢のもとへ黒い影が忍び寄る。やだよ、やだ。お仕事です。え、やだ。お仕事です。ねえ、やだ、やだ、やだ。やだ、来てください。あー、ほんとに、なに。ダメです。なんだ。目隠しを外してください。うわ。今日のお仕事はここでメトロイドプライムをプレイしていただきます。お願いします。怪しいじゃん、だってこんなとこで一人で。精神集中、集中して立ち上げてくださいってことです。Oh!
CM の後も恐怖のゲームプレイは続く。この番組はエンターブレイン任天堂と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。3攻略小冊子、徹底攻略新三国武装3、メガテン3も大特集。今週はとことん攻略。私は男にはなれないが鬼にはなれる。新選組の誠の剣が京都にはびこる魔物を斬る。機動新選組燃えよ剣、今夜発売中。ゲームキューブ。目に見えるものだけを信じるな。4つのバイザーを駆使して謎を解き敵を撃て。任天堂ゲームキューブメトロイドプライム。今週は恐怖のゲーム立ち上げを決行。続いては村田をゲームプレイ部屋に連行。任天堂の最新ゲームのこのメトロイドプライムが持っている独自の孤独感の一部でもね、なんかこう表現できたら私は嬉しいなと思うんですけども、まあ正直ね、メトロイドプライムは全然違うゲームです。はい、今回見ていただいたのとは別の意味でのこの最高のエンターテインメントですね。ぜひ皆さんも味わってみてはいかがでしょうか。あ、そうなの、芸能界辞めたいって。ダメだね、最近の子は ね、最近の子は。あ、そうなの、一緒に謝りに行こうよ。うん、もう分かった、謝るわ。そんなになると思わなかったから。というわけで3人が立ち上げた最新映像がこちら。ストーリーは不審船オルフェオンの内部を探索することから始まる。
艦内には様々な宇宙生物が待ち受けているぞ。もちろんメトロイドといえばこちら、モーフボールになって狭い通路を進むことができる。さらに情報を得るために欠かせないのがサムスの視野を映し出しているバイザー。敵の弱点やメッセージの収集、システムスイッチのロック解除などに役立つぞ。そして艦内をさらに進んでいくと、暴走したパラサイトクイーンという巨大生物が。爆発のカウントダウンが始まり、脱出を図るサムス。しかし爆風に巻き込まれ、パワードスーツの機能不全を起こしてしまう。残念ながら番組で紹介できるのはここまで。メトロイドプライムとフュージョンの情報は任天堂のホームページでチェックしてみてね。ゲーム業界最新のトピックス、ファニトゥーニュースエクスプレス。シリーズ最新作、テーマは夏。トゥルーラブストーリーサマーデイズ&イエット。キャラクターデザインが一新された恋愛シミュレーション。今回はこちらの今日の目標という新システムが追加。毎朝挙げられる目標を達成することによって、気になるあの子とさらなる進展が望めるぞ。正直に答えてほしいの。このコーナーは社長自らゲームの面白さを伝えていくとともに、新たな人材発掘をしていくドキュメンタリーである。その名もニュー禁断の社長プレイヤー。そして今回社長が取り上げる懐かしいゲームはデビルワールド。十字架や聖書を集めて悪魔を退治するというシンプルだが奥の深いアクションゲーム。高校行くの嫌になった時に家でずっとやってたゲームだ。負けるわけにはいかない。今回こそは負けるわけには。俺が17の時に高校行くの嫌になっちゃって。あ、失礼します。君17らしいね。どうぞ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 。え、コスプレとかどこでやってんのいつも。いやー、それは秘密です。内緒のところでやってるの。何とかのコスプレがお気に入りなんですか。なんだろう、ゲームとかアニメのキャラ。はい。で、どこでやってるか内緒なんだ。はい、探してください。え、ちょっと待って、君、ウォーリー。え。そんなに大冗談から探してくださいって言うのはもうウォーリーだけだから。今大流行中のね。あれや、くしゃくら、小娘。小娘。何が、何がコスプレやってますか。聞かれちゃえ、そのままローラーに。お前なんぞ。やばいってお前も死ぬって。よしよし、危ない。うわ、やばい。尊敬する人がいるの。あー、いますね。コスプレ界の松井みたいやつ、もうメジャー行った方がいいんじゃねえのみたいな。こいつのコスプレ力だと日本の球界は狭すぎるみたいなやつ。なんだろう、でも面白いキャラのコスプレとかしてる人は。あー、やられた。よし、トークしてるのにやられたよね。思うツボ。俺トークにそんな興味ねえもん、別に。別に今だってコスプレ界のすごいやつは全然興味ねえもん。うわ、ずるい。あの辞典をはめたらこの名刺。あー、死んじゃった。死んだっていうことは、もしかしてゲームオーバーってこと。社長の勝利。よって、今回彼女が着ているのは人気アニメピタテンの女子制服。甘酸っぱいあの頃の懐かしい思い出が蘇ること間違いなし。俳句得意なんだよね。はい、それじゃあね、僕がお題を出すから、はい、俳句を読んでるところを撮ろうかな。じゃあサンフランシスコでお願いしようかな。サンフランシスコですか。うん、サンフランシスコがどう考えても長いから五七五に収まんないじゃん俺。なあ。じゃあ自分が作った俳句とかありますか。自分が作った俳句ですか。キャッチフレーズなら作りますけど、俳句はあんまり。あ、キャッチフレーズを作るの。はい。また君の不思議な魅力が出てきた。キャッチフレーズは何、自分につけるの。はい、自分のキャッチフレーズ。それ教えていただかない、先に教えていただかないと。何なの、ここにこう出てるキャッチフレーズは。はい、負けません勝つまではっていう。戦争。はい。戦争もしかして。負けません勝つまではいただこうかな。でもこの下にポーズに、ボードの下にその何言葉が入る感じは。いきますよ、はい、せーの、カッ。負けてんな。負けてますか。今回も社長が撮影したこちらのお宝写真を1名様にプレゼント。
ーション3攻略小冊子、徹底攻略新三国武装3、メガテン3も大特集。今週はとことん攻略。私は男にはなれないが鬼にはなれる。新選組の誠の剣が京都にはびこる魔物を斬る。機動新選組燃えよ剣、好評発売中。ゲームボーイアドバンス。惑星 SR388、 悲劇はそこで起こった。未知の生物 X によって体を蝕まれたサムス、一命は取り留めたがその代償は大きかった。ゲームボーイアドバンス、メトロイドフュージョン。海洋バトル PR 最終章。前回海洋バトルの CM を作るために主役としてお呼びしたのが、レーサーで海洋バトルの車の運気を監修する谷口信輝さん。 CM ヒロインを決めるべくオーディションを開催。そして3人の中から選ばれたのが、今回伊集院監督は一体どんな CM を作るのか。で、まあ、今回撮影に入るね、この CM のコンセプトなんだけれども、はい、あのね、黒沢ちゃんヒロインはね、はい、まだこう恋も大人の世界も知らないうぶな感じの少女、うん、ね、で、谷口さんはね、この少女に一目惚れすることになる走り屋、はあ、ね、これはね、ある日街角でパッと出会うんだ、うん、それでこう恋に落ちる。コンセプトは少女と走り屋の恋。まあ、最初のシーンはね、そうね、街角で2人が出会うシーンだから。車で谷口くんがやってくる。で、たまたまそれを目撃する。そこの瞬間恋芽生えるから。まあ、大切なシーンなんだよ。じゃあ早速スタンバイしてもらおう。谷口くん用意スタートで彼女の直前まで来て止めて降りてくる。はい、でその後は彼女に気づいて見つめ合う。はい。オッケー。オッケー。最初のカットです。シーン1出会い、よーいスタート。カット。谷口くん、まずいよね、まずいよね。何かありましたか今。いや、あったじゃない、すごいプロのレーサーだよね。今のはこれでお願いします。いや、僕もそうしたいよ。、はい、トラブルがあったもののファーストシーン無事撮影終了。その後は順調に撮影が進み、さあついに来ました。はい、続いてのシーンが一発目の大爆笑シーン。2人は出会いました。はい、で今度走りに連れてもらうことになりました。はい、なりましたね。でその待ち合わせです、待ち合わせ。はい、だからね、谷口ちゃんは待ってる。はい、待ってると後ろの方から谷口さんっていう声がする。はい、で振り向くと、あのね、本気でダッシュしてる、すごいダッシュしてるの。それで、だからそう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 、なるほど。セリフ一言、走るって楽しい。わかりました、走るって楽しい、わかる。ダッシュね、ダッシュダッシュ。なるほど、その辺かな。はい、うん、で、だいたいこのカットは尺が2秒だから。はぁ、社長、何が、そこまでしか行きません。2秒でここまで来るんですよね。2秒で大体はスピード感出したいから、ここでナイス。シーン4よーいスタート。お前バカじゃねえ、カットなんか忘れてない、今の。なんか忘れてない、もう1個忘れてるだろう。谷口さん、最初谷口さん振り向いてからダッシュだって。お前用意スタートでダッシュしちゃったら単なる陸上じゃねえか、それどう考えても。NG。 何が全然遅いって4秒以上かかってんもん。うわカット NG。 まあ、なんでうわーとか言うの、襲うわけじゃないんだよ。なんでお前こんな気がさでうわーって来てんの。あの、可愛くお願いします。可愛く髪型あんまり可愛くだから。 OKOK よーいスタート。あれ
ターちゃんはやっぱないな。ターちゃんはないわ。走らせてほしいですね。あ、ごめん、カメラ揺れた。カメラ揺れたらダメじゃん。走らせてほしいですね。なんでセリフ入れてくれないの。あ、今の OK で、OK 出る前に喋っちゃった。走るのって楽しいですね。はーい、OK。ラストシーンは、黒沢ちゃんと、谷口さんの、うん、キスシーンではさすがさすがクライマックスに向け演技指導にも熱が入る。大事なシーンよ。おい、スタッフも抜かれないようにね。大西、はい、大丈夫、はい、お前すぐなんかやるんだから必ずな。大丈夫だろうな。 OK 行くよ。お願いします。ラストシーン、よーい、スタート。優しい中よ、優しい中をね、優しい中じゃなきゃダメよ。そう、優しく優しく、はい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 、いいかもいいかも。 OK。 撮影終了。おはようございます。皆さん、おはようございます。おはようございます。怪盗バトルの CM がついに完成いたしました。特に主演の黒沢ちゃん、もう何度も走って疲れた。疲れたでしょ、うん、でもね、素晴らしい作品に仕上がっております。見てすごい。じゃあですね、早速みんなで完成披露したということで、はい、じゃあもう、あの主演女優の黒沢さんのスタートの掛け声で、はい、試写を始めたいと思います、はいはい、では早速スタート。ある日、男と少女は出会った。今夜、僕と走らない。少女は黙ってうなずいた。そして少女はやってきた。男は少女の格好に戸惑いながらも車に乗せ消えていった。その夜、二人の楽しいドライブ。少女は女へと変わっていく。走り屋の駆け引きも恋の駆け引きも、かわいい。やはりハッピーエンドがいい。タレントさん、待って、私、うん、芸能界入って初めてのキスシーンだった、うん、ああ、じゃあ初めてのキスシーン。相手は大西だ、大西だ、大西だ。さすがだったな。全国のレースゲームファンへ送る最高峰のリアルアクション、七たる峠を完全再現した怪盗バトル、いよいよ発売。 This week Game Watching。 まずは今週の10位からカウントダウン。 Number 10、 オペレーターズサイド。1番、増えたわ。 Number 9、 パワプル軍ポケット5。 Number 8、 007ナイトファイヤー。Number 7、 信長の野望蒼天録。 Number 6、 魔界戦記ディスガイア。 Number 5、 任天堂パズルコレクション。 Number 4、 太鼓の達人パタコンでドドンガドン。ここで今週もお送りします、過去の名作を振り返る。今週は3年前のトップ3を見てみましょう。第3位、ポケットモンスター金銀。
小学生を中心にブームを起こした本作。ポケモンの交換も大流行。第2位、ベイグラントストーリー。迫力ある戦闘シーンが高い評価を受けていたアクション RPG。 第1位、機動戦士ガンダム、ギレンの野望、ジオンの警護。一連戦争を題材にした人気シミュレーションゲーム。続いては今週のトップ3。 No.3、 ポケットモンスター、ルビー、サファイア。ランクダウンしたものの販売本数は400万本を突破。衰えを知らないアドバンスソフト。 No.2、 エキサイティングプロレス4が初登場でランクイン。 WWE の魅力が詰まったアクションゲーム。50名以上のレスラーが実名登場。 This week No.1、名だたる競合を抑え、 PS2 ソフトデビルメイクライ2が V2 を達成。爽快感が味わえるアクションゲーム。スタイリッシュな攻撃に魅了されるプレイヤーが続出中とのこと。次回はどんなタイトルがランクインするのか。 See you next week。 100年の歴史、千の勇者、あなたに預けます。ヴィーナス&ブレイブス。ラムコ、戦いなさい。100年間戦い続けなさい。あなたの舞台を率いて。ヴィーナス&ブレイブス。ラムコ。ドリフトテクノ見せつける。ついに峠完全再現。カーブに刻め君の生き様を。カイドウバトル、2月27日発売。元気。この番組は任天堂エンターブレインとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今週もファミ通よりダーククロニクルファイナルコンプリートガイドとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。See you next week. Bye bye.